カレンがよくミクちゃんミクちゃん言ってるよ、大好きって。ありがとうございます。でも信じられないよ、ナッピンのことも大好きって言ってたもん。信じられません信じれませんふふ。私ちゃんとストーリー見てるから。ナッピがカレンレンがなんかオンラインの時にみんななんかね、次のメンバーに向けて書いたりする時あるんですけどね、好きです、大好きで、可愛いですみたいな書いてた。あ、誰にでも言ってるって思っちゃう。ねえ、干渉は良くないよって言うなら、私してないよ。ナッピのストーリー、ナッピフォローしててストーリーあるからポチッと押しただけなら、もう私のストーリーも見ないで、私の配信も見ないで、監視しないでってなるじゃん。ね？え？そういうことでしょ？そういうこと言ってるんですよ、あなたは。あなたは私に監視しないでって言ってるけど、あなたは私のこと監視してますよね。じゃあそういうことなら、ならもう配信見ないでくださいってなりますよ。本当に何を言ってんのかしら大丈夫？あとあれ、ツイッター見ないでくださいとか言うなら、じゃあ非公開にしろ。回ってくるんですよ、非公開にしろ。そんな ツイッター見ないでとか言うなら非公開にしなさい。じゃあ本当に2つアカウント作りなさい、公開用と非公開用で。見られたくないやつは非公開にしなさい、あなたは。本当にそういうとこですよ、爪が甘いのは。全くだから気づくんですよ、教えんしたりとか押し増ししたりとか。気をつけなさい、本当に本当におもろいって本当にもう